詐欺沼古墳群は、現在の千葉県奈良市の市詐沼の詐沼城付近に、あった、群衆墳、B5 墳の箱式石棺は、奈良市の市指定史跡に指定された。詐沼古墳群 B5 墳石棺千葉県、奈良市の市役所から200メートルほど南にある標高、約18メートルの八つる議台と呼ばれる菊、田川河国左岸の下宇佐大一上の、詐沼城市公園内に、 前方公園墳の A 号墳、隣接する B 号墳の石棺が保存されている。A 号墳は前方部を南西に向けた、ホタテ海形古墳や一軸型古墳のように、前方部が小さい前方公園墳で、前方部南西端を除いて修行があったことが確認されている。全長約25メートルの墳球場には、元太様少子と呼ばれる誇らが祀られていて、通称 元多塚とも呼ばれる。1966年の調査で、下宇佐型円筒埴輪が出土したことから6世紀、後半の築造と推定されている。南東すぐにある b 号墳も a 号墳よりやや小さい、同じ向き、形状の前方後円墳であるが、墳球は原型をとどめていない。a 号墳のように埴輪は出土しておらず、6世紀末の築造と推定されている。 首レブ付近で2機の石棺が発見されたが南寄りの1機はすでに破壊されていた。もう1機の石棺は長さ約2メートル、幅約0.8メートル、深さ約0.7メートルの大きさで、砂岩、業界岩を金属製工具で加工して作られている。中や周囲からは青年男性に大分の人骨片や自家刀破片、土玉、鉄属、 トースなどの副葬品が発見された。現在は大屋を設けられているが、常時外からの見学が可能である。両古墳近くに作られている、継承埴輪のレプリカは東古墳群とは全く関連のないものがモデルとされている。また B5 墳東の遊具付近の土盛りも、全く遺跡とは関係のない無人埴輪なので注意が必要である。また公園敷地外でも、南東、 約200メートルの山王ホコラ古墳などがあり、最低でも4基以上の古墳群であったが、その後宅地化されている。ありがとうございます。